どうも、顔面です。今回はプレイステーション専用ソフト、黄昏のオードをプレイしていこうと思います。ちなみに、このゲームは、RPG 作品としてプレステで発売されたゲームの中でも、屈指のクソゲータイトルとして認知されており、私が以前挙げたアンシャントロマンと肩を並べる存在とも言えます。で、このゲームのジャンルなんですけど、シンフォニックロールプレイングゲーム。はい、初めて聞きますよね。このゲームの最大の特徴とも言える要素なので、それらを含めて紹介していきたいと思います。それではゲームを始めます。まず、吟遊詩人である主人公が、謎の嵐に見舞われて、乗船が沈没します。ブー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 助けて流されということで、主人公の名前を決めます。ちょっと悩んでたんですけど、このゲームは、歌で戦うというコンセプトなので、メズキナナという名前にしました。これは、あくまで、某遊戯王カードを参照したのであって、某有名歌手は一切関係ありません。何？これはプレステのゲームですよね。ドットへ。はい、そうなんです。このゲームプレステのゲームなんですけど、スーパーファミコンのゲームと勘違いしそうな見た目をしております。ちなみに、先ほどまで皆さんが見てたオープニングムービーは 3D を使ってますが、なんと、このゲーム、オープニングとエンディングまで、ムービーがありません。なので、クリアまで、このドット絵とボイスなしのテキストで進行します。そして、ここからが、最大の特徴である、歌で戦う要素なんですけど、その前に、このゲームの世界をざっくり説明します。まず、この世界は、純恩の神、アトビオンがおり、人々は平和に暮らしていました。しかし、天界から、凶恩の神、ガリハークが現れます。当然、仲良くなんてできるわけもなく、神同士で争いが発生。結果、アトビオンは、なんとかガリハークを倒します。しかし、アトビオンは、戦いで、深い傷を負ってしまい、長い眠りにつきました。その時に、アトビオンは、世界を守るために、特定の歌に力を宿すという置き土産を残します。こうして、世界各地に、力を持った歌が存在することになりましたとさ。そして、長き時を超え、ついにガリハーク神が復活してしまいます。それに対して、主人公は、ガリハークを倒すことを誓います。これが、黄昏のオードのストーリーです。そして、序盤にて主人公は、最初の歌を習得します。なんか君は歌い手になったのだ。とか言われますが、個人的に歌い手って響きがあまり好きではないです。はい、これが最初の歌である落石の歌ですね。どんな歌か聞いてみましょう。どうです皆さん。これが黄昏のオードです。もはや歌とは言えない棒読みの音声が流れます。ちなみに、黄昏のオードロイドと呼ばれています。そして、ここからがオードロイドの真骨頂で、なんと、歌詞を自分でカスタマイズできます。面白くなってきたところで、動画の紹介です。なんと大人気 RPG アンシャントロマンと黄昏のオードがコラボしたとのことで、オードロイドをフル活用しているそうです。早速聞いてみましょう。
さすがにこれ以上聞くと視聴者の精神が破壊されそうなので、このくらいにします。動画詳細文に URL 貼っておきますので、興味のある人はどうぞ。そしてさっき覚えた歌を使ってみましょう。まあこんなもんです。そしてこのゲームの戦闘 BGM もなかなかにあれです。はい、こんな感じの BGM です。このゲーム、町やダンジョンの BGM は結構いい曲が多いのですが、なぜか戦闘 BGM に限って音の種類が極端に少ないです。多分戦闘中に主人公が歌うから、それを邪魔しないような配慮なんでしょうけど、歌う時だけ BGM 音量を下げればよくないと思ってしまいます。しかしボス戦の場合どうなんでしょうか。さて次は驚異のエンカウント率です。まあ見ててください。常にというわけじゃないんですが、このように数歩歩いただけでエンカウントすることが頻発します。まあクソエンカは2回くらいで収まるんでね、次は大丈夫です。はい、次は戦闘システムに関しての問題点です。まずこのゲームの戦闘自体は至ってシンプルで、特筆すべきことはありません。しかし味方の行動がクソです。まずこの時点で唯一の味方キャラであるホイヒューに攻撃を命じます。すると、はい、攻撃を命じたはずのホイヒューが防御呪文スクリーンを唱えました。なぜこんなことになるのかというと、このゲームの味方キャラは固有のスキルを一つ持っており、攻撃だったり魔法だったりキャラによっては様々なんですけど、これらのスキルをプレイヤーの命令を無視して使うことが多々あります。ちなみにどんな命令に対してもスキルの使用を優先します。逃げろと命令しても使うし、回復アイテムを使えと命令しても使います。だからもう戦闘のテンポが終わっています。さらに戦闘のテンポを悪くしている要素として、攻撃の命中率が体感6割程度しかないです。主人公の歌攻撃以外は全て外れまくる仕様でして、これを見てほしいのですが、4人に通常攻撃を命じます。すると、はい、4連続クソ外しです。さすがに4連外しは高頻度で発生しませんが、逆に4人の攻撃が全部当たることもレアです。じゃあ主人公の歌攻撃を使えばいいじゃんって思いますよね。歌は歌でこのように詠唱時間がかかるってのと、そもそも演出が長くテンポも悪いです。あとそもそも MP がないと使えないので、どの道やれです。戦闘に関して言えるのは、味方が命令を無視してスキルを発動し、攻撃も命中率が低く当たらないのでテンポが悪いです。そしてそんなテンポの戦闘が高頻度演歌によって発生しまくります。これによりプレイヤーの精神を蝕みます。ここからはやっとストーリーの解説です。正直に言います。うんこです。というのも、まず先ほど説明した強音の雷ハークが復活したので倒そうという話なんですけど、ガリハークを倒すためには黒のオードと言われる究極の歌を完成させなければならないということになり、その黒のオードは3つに分かれており、それを全て回収するたびに出ます。一見ヒロシ2じゃんと思われるこのストーリー、とんでもない罠でした。まず9割がお使いで構成されています。で、どんなお使いがあるのかというと、まず情報収集のため王城にある図書室に黒のオードに関する情報があるかもしれないと踏み、オートに乗り込むのですが、国王が敵に操られており、
城に結界が張られていれない状態でした。で、その結界を破るためには神道石という石が必要になったのですが、そのありかの情報を得るために、反乱軍のリーダーを救出することになります。で、画面に映ってるライオネルという奴を助けることに成功。なんやかんやあって、神道石を持っている奴が逃亡したので、森の奥まで追跡したのですが、そいつの隠れ家が見つけられなくて困っていたところ、それを見つけるための歌を、反乱軍のリーダーライオネルが知ってるそうですが、記憶が曖昧なので、はっきりとは覚えておらず、酒を飲めば思い出すかもしれないとほざき、ダンジョンの奥地から、また村に戻ります。酒を飲んだライオネルは、さすがに思い出し、精霊の歌を主人公に教えます。よし。ただ、城の図書室に入るために、どんだけ手間かけるんだよって、大思いの人がいると思います。ですが安心してください。神道石なんてなくても、城には抜け道があることが判明して、結局、石なしで結界を突破します。3時間以上の作業が吹っ飛んだ瞬間です。このゲームのクリア時間は約20時間くらいだったのですが、ほとんどがこういった、無駄なお使いで消費される時間で、ストーリーが盛り上がることが、終盤まで一度たりともありませんでした。そして、またまた、なんやかんやあって、一つ目の黒のオードが隠されている、場所を知っている。泥族との接触に成功しますが、泥族は、今、深刻な食糧問題を抱えており、村の近くにいるスライムみたいなやつを50匹買ってくれば、場所を教えてくれるとのことでした。こうして50匹狩り終えたので、さすがに場所は教えてもらいました。こうして、やっと、一つ目のオードが手に入るのかと思いきや、どうやら、音の結界がオードを守っていたようで、どうにもこうにもいかなくなり、引き返す羽目になります。普通、事前に準備したアイテムで解決できたり、ダンジョン内の仕掛けを解いたりして進めるようになるのが鉄則ですけど、このゲームに、そんな甘えは通用しません。詰まったら来た道を引き返さないと、絶対にクリアできなくなっています。こうして、村長に、助言を求めに来たのですが、解決策は、知ってるけどまた、スライム50匹買ってこい。そうしたら教えてやるよと言われます。よし！はい、ついに、黒のオードを入手しました。長かった。本当に長かった。しかし、皆さん忘れてはいけません。あと二つあります。さすがにですね、カットですよ。あの地獄の作業を、あと2回動画で紹介すると、尺が破壊されるので無理です。ついに、黒のオードが完成するのですが、実は、京音の雷把握こそが、もともと、この世界を作った神であり、後からやってきたのは両音の神アトビオンだったことが判明。そして、ガリハークに勝ったアトビオンは人間を創造したようです。で、黒のオードは、もともとガリハークの歌だったようで、歌ってしまうと人類が消滅するので、結局、必死こいて集めたオードですが、何の役割も持つこともなく放置されます。もうね、怒りとかそういう問題じゃない。悲しさしかありません。何なんだこのゲームは。世界の真実を知った主人公はどうしたのかというと、特に迷うこともなく、とりあえずガリハークを殺すことにしました。ちなみにこのゲーム、パーティメンバーが平均して、1時間に1人くらいの割合で、強制的にコロコロ変わります。で、最終メンバーは、どんなに頑張っても、男4人になります。選択の余地は、ほとんどありません。フェミニストの方は、ぜひ、このゲームに対して抗議してください。で、ガリハークの強さなんですが、正直硬いだけです。そもそも、勝手に加入してくる新規メンバーが強すぎて、よほど回復をサボらなければやられることはありません。一応、主人公は、唯一、無二の歌を使えるので、役立たずではないのですが、正直 RPG なのに、キャラを育てる意味が皆無なんですよね。次の街に行けば、強い奴が仲間になって、それを繰り返してるだけというね。
しました。ただ30分殴ってるだけなんでカット安定です。お疲れ様でした。はい、どうもクソ投稿者です。黄昏のオードいかがでしたでしょうか。約ね3日間かけて、20時間で収録した本作なんですけど、まあ感想してみた感想としましては本当に、面白くなかったです。はい、心の底から面白くなかったです。まあ、というのもね、もうひたすらね、お使いがきついんですよ。はい。お使いが、もう本当に、きつくて、もう、何のために、ストーリー追ってんだろうっていう気持ちにしかならなくてですね、苦行でした。はい。それに対して、戦闘システム。まあ、これもね、終わってますね。はい。もう攻撃が、当たらないのがすごいストレスでしたね。通常攻撃がもう全然当たらなくて、もうそれだけでも戦闘のテンポが悪いし、それに対してもうエンカウントしまくってもうダンジョン進むのすら苦行だし、もう途中から戦わないでずーっと逃げてましたからね。まああとは本当に動画で紹介したそのお使いのところとかはほんの一部で、全編通してみるとマジでひどいんで、はい、興味のある方はね、配信アーカイブが6つもあるんですけどまあそれをまあ少しでも見てもらえれば、まあこのゲームのプレイするね苦しみが分かってもらえるかなと思います。まあその証拠にね、このゲームね、結構いろんな投稿者が、なんか、実況してるらしいんですけど、もう大半が失踪して諦めてるというね。まあそのくらいやばいゲームなんだなっていうことを理解した上で、視聴してくれると私としてはありがたいです。まあ、最後にね、このゲームに対して、まあ自分のね、個人的な評価なんですけど、まあ、アンシャントロマンほど隙のないクソゲーとは言えないかなとは思います。ただプレイしてて苦痛度はですね、今までやってきたゲームの中では、歴代2位ですね。はい、本当に辛かった。プレイしててマジで辛かった。笑えないんですもん、だって本当にまあ1位はね、サマースイートハートっていう怪物なんですけど、それを超えることはしばらくないでしょうね。で、残りの尺なんですけど、まあ、歌の紹介、曲の紹介を適当に垂れ流しながら終わりたいと思います。それではね、私からはここでお別れとなりますので、動画の視聴ありがとうございました。また次のゲームでお会いしましょう。Oh.